死球、死球、A、ベース、オンボールズ、ウォークは、野球の試合において投手が、打者に対し、ボールを4球投げ失礼を許すこと。また、それによる、出塁のこと。フォアボール、和製英語とも言う。一つの打席で四つのボールが宣告されると、打者に安全進塁権が与えられ、アウトにされる恐れなく一塁に進塁することができる。打者は、 走者となって一塁に進み、一塁に触れなければならない。この時一塁に走者がいれば押し出されて二塁へ、二塁にも走者がいればこれも押し出されて三塁へ、さらに三塁にも走者がいればこれも押し出されて本塁へ、それぞれアウトにされる恐れなく進塁することができる、ホースプレー。子宮はボールインプレーである。したがって、例えば子宮が宣告された投球が冒頭。 または、保一になった場合、打者走者を含めた走者は、安全に進塁できる類より、先の類、二つ、以上先の類に進んでよいし、同時に盗塁が起こっていてこれが成功すれば、盗塁による進塁も認められる。ただし、死球で安全に進むことが認められている類は一つ、までなので、それ以上先の類に進もうとしてこの類を超えてしまえば、野手に食まされると、アウトになる。また、 類に触れずに、先の類へ進んでしまった時もその類に達したものと、みなされるから、奏者の体へ食まされれば、アウトになるのはもちろん、野手が空過ごした類に食まし、アピールをすることでも奏者はアウトになる、アピールプレー。球審は子球を宣告するにあたって、特にジェスチャーをすることはなく、ボールを宣告するのみである。かつては、左手人差し指で軽く一類方向を指さす。 ジェスチャーを行っていたが、このジェスチャーは、ハーフスイングがあった際に類進に判定を求める、時のジェスチャーと同様であるため、現在は行わないことになっている。走者満塁で四死球その他により一塁が与えられ、結果として押し出された三塁走者の得点がその、試合の勝敗を決する決勝点となるケースで、最終回裏、延長回裏など、 打者走者が適宜な時間を経過しても一塁に進もうとしない場合にはアウトが宣告される。また、三塁走者が本塁を踏もうとしない場合には、その三塁走者にアウトが宣告され、得点は認められない。ただし、こうしたケースで監修がフィールドになだれ込んで三塁走者の本塁ブレルや打奏者の一塁ブレルを妨害した場合、監修の走塁妨害として、進塁や得点が認められる。 この状況において、打者奏者あるいは三塁奏者が進もうとしないのではなく、自類を踏み損ねて、しかも適宜な時間内に触れ直そうとしない場合は、守備側のアピールを待つことなく、当該、打者奏者にはアウトが宣告される。守備側が戦術上の都合などで意図的に与える支給は、小石球、敬遠と呼ばれる。余死は、投手が、 打者に与えた支給の数を表す記録である。上記の要領で打者に支給が記録されると同時に、投手には予支給が記録される。対戦打者の支給と対戦投手の予支給は必ず、同数になる。予支給率とは、投手が1試合、9イニング完投したと仮定した、場合の平均予支給数である。すなわち次の式により求められる。この値は、 投手の能力を評価する指標の一つであり、低ければ、請球の良い投手と認識される。MLB における平均は3.2程度である。打者には、死球一が記録される。その打席は、打席数にカウントされるが、打数にはカウントされない。その打席は出類したものとして、出類率に参入される。満塁時に支球が与えられると三塁走者が生還し一点が、 入る、押し出しが、この際には打者に打点1が記録される。複数の打者が関与して支給が成立した時は、四つ目の、ボールを選んだ打者に支給1の記録が与えられる。投手には予支給1が記録される。また、複数の投手によって一人の打者に支給が与えられた場合には、責任は以下のようになる。よって、以下のような記録もありうる。 5月6日の日本ハムファイターズ対太平洋クラブライオンズの試合で日本ハムが西満塁のピンチに日本ハムの投手藤原誠が太平洋の打者西沢正次にボークを犯してボールカウントを1ボールとたため三浦正元に交代させられたところが三浦も西沢に4球投げて1ストライク3ボールで死球を与えて押し出し 次の打者ドンビュフォードにも2球で、カウントレーストライクにボールにしてまい、小坂俊彦に交代したが、小坂までもビュフォードに死球を与えてしまいまたも押し出し。上述の扱いにより、レーストライク1ボールで交代した三浦が西沢に死球を与えただけでなく、自打者ビュフォードへの2ボールから交代した小坂が与えた、死球に対しても、責任投手は三浦となったため、 6投球で二四球が記録された。1876年にメジャーリーグ、ナショナルリーグが発足した際には9イ9ボール、つまり、投手が9球ボールを投げないと打者が出塁できないことになっていた。しかし打者が3球ストライクを投げられると三振で、アウトになるのに対し、9球ルールではあまりにも、投手有利であるため、1880年に8球、 エイトボールに変更されたのを機に試行錯誤した結果、1889年に死休に落ち着いた。この経緯に関しては以下の通りである。また3月10日には当時アリゾナ州で春季キャンプを行っていたロッテオリオンズがオークランドアスレチックスと3級3ボールルールを実験的に取り入れた練習試合を行っている。これは試合のスピードアップを目的として 当時のアスレチックスのオーナーであるチャーリー・フィンリーが発案したルールであったが、試合は、ロッテ投手人の予算級が3であったのに対し、アスレチックス投手人の予算級は17であった。そのため、アンダー数は、ロッテ11本に対しアスレチックスは9本と、肉薄していたにもかかわらず、ロッテが12から6というダブルスコアで勝利した。試合中にもブーングが起こるなどルールは、 観客からは不評で、また試合時間も3時間5分とスピードアップとはほど遠い結果になってしまった。支給ではカウントミスが発生することがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。